こんな時間にやばいけど、ちょっと元気ない。ラチチお疲れ、ありがとう。お疲れ様、ありがとうございました。どうでしたか？10分ありがとうございます。こんばんは。劇場で見たかった。ええ、うれしい。近い近場ありがとう。あ、皆さんちょっと待ってください。ちょっと15分後します配信。ごめんなさい、ちょっと呼ばれたんで行ってきます。ほんまに。よかった、嬉しい、ありがとう。嬉しい。今夜お疲れ様、ありがとう。こんばんは、こんばんは。うん、どうでしたか？皆さん見てくれてましたか？こんばんは。ちょっとこんな時間に食べてるっていう罪悪感もあるんですけど、今日は頑張ったので。こんばんは。なあ、むちゃじ、ほんと成功して嬉しい。やっぱ夢が入ってるので愛も変わらず可愛かった。ほんとありがとう。あー、なんか気づいたら血出てて、ちょっとバイバイ。お疲れ様。2人で食べ、2人で、来なかった？あー、うん、もうピコピコでした。大きくなる。なんてめっちゃ嬉しそうだった。本当？こんばんは。ごめんなさい、途中で終わっちゃって。こんばんは。そう、超遅めの。こんばんは。
入って本当？ねえ、もう最初にめっちゃ7個落ちた。え、嬉しい。タコさん、可愛い、ありがとうございます。え、ジーカー、これに使ったのって本当？楽しみしとってください。こんばんは。バッチリかかって嬉しい。コイン最高でした。本当ですか？こんばんは。7曲良かったですか？こんばんは。はるかさんがわざわざ見に来てくださってて、ガガの中に、ガガが、こんばんは。大人っぽい表示管理、え、ほんと嬉しい。キャプテンの差し入れ食べました。全部よかった、ほんと。ピロピロちゃんさん、ハートありがとうございます。パリエナの笑顔の曲がいいねって言っていただきました。こんばんは、こんばんは。昨日ふみかちゃんとこう言ってきました。ピピちゃんのファンの方ですね。なんかこんばんは。今日の公演評判いいみたい。ほんと嬉しい。ひーくん、こんばんは。オンデマ拝見お願いします。真剣なやじゃ恥ずかしい。めっちゃよかった。明日の公演行きます。え、そうなの？今出ないの？今日ちょっと髪の毛と変えたけど、あっさり見つけた。え、そう、今ね、公演ではね、カラコン入れてないんだけど、配信の時だけでもね、と思ってなんかカラコン入れました。かんま、今日の会員なんかめっちゃ良かった、ほんと。注力シンパシー、よかった、嬉しい。なんか見つかっちゃった、ほんと。もう絶対ナッピのこと大事。どこが？愛もっと伝えてください。そうけど、なんかカラコン似合ってないなこれ。そう、これ黒 T シャツね。これね、実はね、セットアップなの。これ見て。え、明日当選したけど、ルナ君いないの？泣いた。え、明日行くの？目移りしちゃうじゃん。見て、セットアップなの、ほら。可愛いでしょ。このひらひらがね。ひらひら。こんばんは。え、そう、緑の衣装で。な、こんばんは、こんばんは。ちょっとピンクじゃなくて悔しかったんですけど。でもね、あの上の服は、上の衣装はゆみさんの緑なので。お疲れ様です。あ、使う、こっち使いますか？あ、全然全然、ありがとう。お疲れ様です。飲み役タコさん、ありがとうございます。何の話聞いてから、衣装がインド映画の衣装みたい。おい。インディオリアでのミュウちゃんのやりとり、そう、ハウスさん、もうハウスさん、ハウスさんも本当神ですよ。カース、ハウスさんは、カースさん、ハウスさん大好き。ちなみに声のユミちゃんから、そうなのけどね、ユミさんスカートなんですけど、私実はズボンなのです。こんばんは。アドレナリン出てる。こんばんは。
今前のもすごい、いや全然すごくない。もう明日もちょっといろいろねラジオの収録があったりあるのでやばいです なっちゃんお花さんありがとうございます。どんどん広く、お疲れ様です、ありがとう、かわいい、ありがとう。初日いっそうやな。けど前まではもう鉄砲隊コア科学の空砲公演さんに公演に出演させていただいた時はもうね初日はもう緊張でガチガチだったんですけど、今日も楽しむ余裕まであって、なんか謎のねそのやっぱそのなんやろクオリティーさというよりもなんか気持ちの面で余裕がありました。やっぱり経験そのねやっぱ半年ぐらいあれから経ってるから成長したなって。こんばんは、チーム M 全く聞こえみたいで、ちゃんとよかった嬉しい。そういい意味の慣れ、うん、緊張感はもちろんあったんですけど、もうなんか幕開いたらもうやりきるしかないじゃないですかどういかに、うん、楽しかった、本当嬉しい。ありがとう、いつものポート早くここに来たい、嬉しい。私ハーサさんのポジでした、聞こえねちった嬉しい。まあ多分普段研究生のチーム別公演ナンバー笑顔開花宣言見てくださってると思うので新鮮だったんじゃないですかね。こんばんは、こんばんは。そうですね、ハーサさんにめっちゃ教えてもらったりもしました。こんばんは、絶対劇場でも見たいなって思った、嬉しい、ありがとうございます。はじめまして、そうカラコンつけました。公演の時はつけてなかったけど、で似合ってないなこれあの声でもマジで嫌なのしか、嬉しい、かわいい、ほんとこんばんは、似合ってる、はい、クレンボじゃないよ、絶対ユナのペンライトじゃなかったでしょ。今の作る曲は夢中人でした、人魚のバガンスどうでしたか、今もあれ大好きな曲だったので、まさかね出れると思ってなかった、めっちゃ楽しかった、ユナの話も面白かった、ありがとうございます。こんばんは、うん、もうだって認知してるから、こんばんは、私も大好きな曲でめっちゃユナのぴったりだと嬉しい、こんな可愛い人見たことない、嬉しい、
あの衣装めっちゃ可愛いですよ、人魚のバカンスの衣装。のっちゃん、タコさんありがとうございます。今日ね、夢中人めっちゃ好きなの。え、嬉しい。アセアンさん、ハートありがとうございます。自分のアイドル人生というか、なんか語ってて、なんか自分の描いてたアイドル像に向かって今ちょっとずつ突っ走れてるのっていう、なんかそのようなファンの皆さんが世界一大好きなアイドルとしてやってるんですけどなんかやっぱそういう、なんかそのこんばんは、自分の新しいアイドル像じゃないんですけど、今までにこんなアイドルいってないって思ってもらえるようなアイドルになりたいですね。中にナナの声みたいに寝れなくないですか？本当？明日どうだろうけど、よく寝ないよ明日。出てくるだな、本当って言って書いてる。じゃあちょっとね、こんばんは、関根さん、こんばんは。陰ながらお休みありがとうございます。あ、こんばんちゃ。あやめさん、初日楽しみにしててください明るい系の曲が多いから、やっぱゆむさんはなんかゆむさん、そうだな、ゆならしさ全開でいきたいと思います。じゃあそろそろカキカキし始めますね、なんかせかされてるのでえー、天気悪いんや。こんばんは。おといたちのユナのトーク面白い、本当？面白かった？ひでくん、だるまさんありがとうございます。これからはタコさん、ひでくん、だるまさんありがとう。夫たちもそうやし、公園でも積極的に発言してやっているねって言ってくれてる、嬉しい。まあアピールしてなんぼですからねこんばんは。ちゃんの努力が必ず実るか、えー、嬉しい、ありがとう。あっちゅん、だるまちゃんありがとうございます。うん、全然前に配信してないね、これ一回来て呼ばれたからちょっと行ってて戻ってきて、あんまり今日長い時間配信できてないのですが、
夢中人ゆなのテーマソングかなくらいみたい。え、嬉しい。いつかセンターでやりたいです。こんばんは、夢中ち。人魚のバカンスの写真撮れてないんです。なんか今回アンコール一緒だったので、次は人魚のバカンス撮れたらいいの、もしも出ることがあったら。じゃあランキング見ますね。13ひでくんありがとう。アトピアラ今日はありがとうございました。嬉しかったよ。疲れずありがとうございます。12マッチュンだ、ありがとうマッチュン。ゆうたくん、あ、しおみんさんだ、ありがとうございます。じゅふみかちゃん、ありがとうふみかちゃん、昨日もありがとうございました、嬉しい。今日はコロくん、コロくんありがとう、また今日も会えて嬉しかったんです。はちてぃ、今日来てくれてありがとうございました。スケバもありがとう。7位はあさよ、いやキャスケット帽子ね、あのまたかぶって写真撮りますね。6位はビートビートさんだ、ありがとうございます。ビートビートさん。5位はゆうちゃんだ、また前科つきましたよもうバイバイ。いやいやピロピロしたんさん、ありがとうございます。今日も最後まで見てくれてありがとう。最後イズミータン、すぐ気づきました、ありがとうイズミータン、嬉しかった、見守ってくれてて。2位なっちゃんだ、なっちゃんたくさんコメントありがとう、嬉しい。不協和音も嬉しいです、ありがとうございます。そして入る1位はラッチッチでした、ありがとうラッチッチ、いつも素敵なボードありがとう、今日も見に来てくれてありがとうでした。最後まで見てくれてありがとうございました。明後日のエマさんも頑張ります。アクリル板越しのグータッチ、バイバーイ。そう、明日までのチャンネルのお便りも、そうです、明日21時からバイネルさんのプレゼントもあるので、今日も配信ありがとう、ありがとう、バイピー、ありがとうございました。